ダニーです。マミーです。2人合わせて小川家です。いや、マミーが今なんかかまそうとするから。違うよ、ダニーが最初かまそうとしてるそこを準備してたら普通に来たよね。不意打ち、特技不意。はい、うん、今週も始まりました。お、DJ マミー。無理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 。ああ、ごめんごめんごめん。無茶ぶりしてばっかでごめんね。うん、いや、言い出したの私今。あ、そうだね。うん、今週のピオ弁当プレイバック。はい。今回ちょっと少なめ。そうね、3日間。ね。うん。まあ学校のね、行事っていうか予定で、はい。まあ3日間のお弁当になりました。そうですね。はい。で、まず今回3日間の特徴は、スリーワッパ。そうね、そうね。わっぱみ、わっぱみ、三をみと、あ、そ、そのみね、わっぱみ、あ、わっぱみ、はい、でございます。何それ、え、うん、うん、写真で並んでるとすごい綺麗だよね。全くこう同じ構図で、あ、そう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 、中身だけが変わっていくみたいな。そうそうそう、楽しい、こういうの。ちょっと面白いねこれね、うん、好きかも。でも全然バラエティ豊かというか、うん、そうだね、結構、うん、まあそれなりに違うかな。ちょっと見ていきながら話しましょうか。はい、まずわっぱみのファースト、はい、わっぱみファースト分かんないこれ今回まあポン酢鶏がメインなのかな。そうだね、まあ、きんぴらがありの、はい、ブロッコリーの味噌マヨですかね、はい、きゅうりの生姜と、うん、あとさつまいも、プチトマトと、うんうん、まあ、全部登場したことがあるおかずだね。笹の仕切りも含めてだけど、うん、そろそろこうあれだね、型ができつつあるね。できてきてるね、うん、でまたこの俺リセットお弁当だね。あ、そう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 、なんか週末っていうか休み中、うん、ちょっとハードめな食事だったから不摂生がね不摂生っていうかね、うんうん、まあ、いつもの小川家にしては不摂生、うん、重めな食事もあったので、うん、だったので、まあお弁当ぐらいはというか、うん、まあ、うちらのお昼ぐらいはというか和食でスタートみたいな感じでしょ。やっぱりこういいよね、喜ぶよね体が。いいね、なんか、うん、リセット弁当って言い方はしたけどさ、うん、これが日常なので。そうなのね、うん、違和感なく食べられるのが、うん、ピュアなんか味噌前のブロッコリーとかめっちゃ喜んでたね。好きだよね、うん、まあ、美味しいよね。美味しいね、うん、間違いないやつなんだよね、うん、で前回かな、うん、のプレイバックの時にもダリがこの大好きだと、きんぴらきんぴらね、うん、シャキシャキよりゴリゴリがいいという話もしたんですけど、そう、何回か言ってるかもしれない。うん、うん、ある程度繰り返しになってきたからって、うん、なんか変えたいなって無理に思う必要はないんじゃないかなと思ってる、うん、こういうのに関しては季節によってその、まあ、手に入りやすい食材とかも多少変わるから、うん、あとは、まあ、欲する味も、うん、温度も、まあ、変わってくるから。変わったね、やっぱりちょっとこの時青森異様に寒くてさ、うん、あのだって、ああそう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 、うん、そうだったそうだった、気温がすごい下がったんだよね。10度切る、もう一回ストーブ出すみたいな人もいるぐらい出してる人たちもいたよね、うん、ってぐらいなんか冷え込んじゃって、そう、家の中も寒くて、うん、うん、なんかその温かいもの食べたいねとかっていう、まあ、結構気温に左右されるじゃん食欲っていうか、う、ね、食べたいものって、うんうん、そういう意味で和食ってなんかオールシーズンいいんだよね。そうだね、うん、暑い時期でも寒い時期でも、うん、まあそのあると嬉しい、うんうん、もう不思議、やっぱ一番体に流れてるものなのかなっていうのは感じますね、うん。どうしたのマミ、いや、しげしげと眺めてるの今自分の。いや、今週こう麺とかさ、うん、パンとかやってないじゃない。やってない、まあ、朝ごはんとかで、ね、うん、食べたりしてるけど、いやでもいいなと思って、うん、ありだなと思った。全然ありだよ、ピオ的にはね。つまんないかもしんないけど、つまんないなんて言ったらボッコボコにじゃあ自分で作っていくよ。落ち着いてください、言わない、ダディが怒っちゃう。思ってても言わないから大丈夫、うん、思ってるだけでダメだよ、何つん出てるから空気に気配で。子供じゃん、うん、うん、まあ、でも喜んでたからいいよ、大丈夫だよ。なんだかんだでやっぱこのね、きゅうりの漬物とかも、うん、まあ浅漬けとかも含めてなんか本当に好きなものがこういうのに
なってるからさ自然と、うん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 、まあ美味しいものが好きっていう感じだからさ、そうだね、うん、まずこのワッパミファースト、あそうだったそうだった、うん、忘れかけてた今さすが話戻せる人は違う、結構ねすごい前のとこまでちゃんと戻せるんで、ね、ちゃんと戻してくれる話の流れ覚えてるのでちゃんと助かります、はい、ワッパミ弁当セカンドはいセカンド、はいはい、あはいはい、これね、うん、まあ蒸し鶏の登場率上がったけど、うん、今回やっぱ筑前煮ですかね、うん、あ蒸し鶏でもあのその前のやつはポン酢鶏でしょ、全然仕込みが違うんだよ、うん、ポン酢で煮てる鶏はもう使い切ってのこれ新しい蒸し鶏、うん、あのフライパン蒸し鶏ね、うん、プレーンのやつ、うん、塩だけのやつ、うん、一番使い勝手がいいやつ、うん、をナムルに添えて、で、あそうそうそう、あの美味しい鰹節、うん、あるじゃんさ、ありますね、うん、あれとこれ何だったかな、塩だしかな、なんかちょっと醤油かな、ナスね、ナスの味付け、うん、その昨日のことなんだけど仕込んだの一昨日だから、あなるほど、うんうんうん、2日、うん、記憶の定着2日もうねちょっと過ぎ去っていってるものみたいな、まあ、早いよねサイクルね、毎日のことだとね、うん、あでも大体的にはやっぱこの筑前煮をそうだね、ちゃんとあの解説していただきたい、あそう筑前煮最後に言おうかなと思って今ナス言ったんだけどさ、あそうなの、ナス美味しいもの後に取っておくタイプだ、あそうそうそう、ポン酢だったポン酢、うん、ポン酢と白だしだったっけ、ポン酢と、うん、かつお節、ポン酢はかつお、そうそうかつお節、あの、うん、あれね、あのかつお節、うん、かつお節はそのなんだろう、一本釣りで取れたかつおだけで作ってるかつお節らしくて、うん、日本古来の本当の伝統的な作り方を徹底してやってらっしゃる会社があるそうで、うん、その人たちの情報を知ってそんなに違うのかと、うん、そんなに違ったわみたいなねえ、一口そのままね食べたら違った、ね、渋みが一切ない、そうだね、あの なんていうのあのね、うん、軽やかで、うん、旨みがあって、でもあのマグロとは赤身のお魚特有の渋みとか酸味ってむしろそれが個性だと思ってたんだけど、うんうんうん、それを雑味として捉えた場合に一切なくなるとこんなにうまいのかみたいな、すごい上品だから、ポン酢と、まあ、今回ね合わせちゃったけど、うん、本当そのままで美味しいかつお節だね、そうだねすごかった、うん、もっといっぱい食べたいけどあのね食べようとするとふわっと飛んでちゃったでもご飯にねこうかけてそのまんまって美味しいと思うよ、かつお節ご飯した、うん、ね、しようね近々、はいはい、でじゃあいいよ筑前にね、そうそう、すごいもったいないって喋んなきゃいけないハードル上げてない自分で大丈夫あ大丈夫だと思うけど、どうなんだろう、いやでも今週結構こう冷蔵庫にあるものでやろう精神というか、うんうん、やっぱなんだろうね、フルで5日間あると思う時と、うん、ちょっとでも少ない時とやっぱこう気の持ちようがちょっと変わるというか、うん、あなるほどね、足してまた作ろうじゃなくて、うん、使い切ろうという、そうだね、そういう感じになる、今回あれでしょ、あの筑前煮っていうのはまたその作り方、うん、こう定義があるんでしょ、そうそうそう、一応こうただ煮物を作りたいなと思って、あでもこう頭でこう考えたそのこの煮物が、あなんかこうちょっと筑前煮っぽくないっていうか、筑前煮ってそもそもどういうものを筑前煮って言うんだっけなって何度か調べてるんだけど、もう一回改めて見て、あ油で最初に炒めるんだって思ってそれをやったっていうだけなんだけど、うん、なんか今回練り物としてちくわ入ってるけど、うん、あ鶏肉入ってることも多いよね、うん、本当は多分炒めるから多分鶏肉が多いんじゃないかな、うん、鶏の油を出して多分それで野菜を炒めていくみたいな感じかな、うん、まあ、こんにゃく、ごぼう、人参でもう煮込めばもう美味しいから、うん、すごく美味しかった、これすごく美味しかった、マミの筑前煮はあれだね、でもこうこっくりではなくて、うん、多分すごい食べやすい、なんかバクバク食べちゃった、すごい食べたよね、食べた根菜を消費するにはすごい一番いいんじゃないかと思ったぐらい食べたね、マミがごぼうの消費量最近多くてさ、ね、そう
そうそうそう、ごぼうなんかすごい使ってる気がする。ごぼうすごい好きだからな、まあ、この木の根を食べる文化自体が世界で見るとあんま多くないみたいなんで、すごいね、日本人にとっては昔からずっとそうだね、馴染みの深い食材の一つだよね、うん、すごいよ、これが高い栄養価だっていうことでちゃんと食べてるっていう、その根菜を食べる文化ってすごいと思う、うんうん、そうだね、改めて考えるとそういうものもあるね。ごぼうやっぱ主張が強いんで、うん、ごぼう入れると何でもごぼう味になるんだけど、やっぱこの切り方と分量と合わせる具材とですごい個性変わるので、個人的には何だろう、うん、そこまで主張激しいと思ったよ、うんうんうん、だって本当はだってここに椎茸とかも入るし、ちょっと何言ってるか分かんないあ、すいませんでした、うん、ピオさん、あの絶望絶叫するよ多分怒るからね、キノコの話してると過剰に反応するから面白いけど、うん、トラウマなんだよねきっとね、キノコは悪くないけどね、うんうんうん、キノコに罪はない、そう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 、うん、あと今回は、うん、あの豆腐白玉もね、うん、ああそう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 、再登場、そうそう、今回さ抹茶もちょっと半分入れてみたんだけど、うん、抹茶が少なかったから抹茶色してるけどそんなに味なかったよねあーそうね、どうなの、抹茶スイーツあまり好きじゃないダディからすると、だからすると十分わかる、あ本当、うん、うん、あの抹茶がっつり効いてほしいなっていう人には物足りないと思うけど、うん、ほんのり香る程度だったら全く嫌じゃないので、あ本当香ってた、正確には抹茶大好きなの、抹茶ミルクが苦手って話、甘い抹茶ミルク、ミルク、ね、うん、甘くなければ抹茶ミルクだと多分美味しいと思うよ、うん、抹茶ラテみたいな感じで、うんうんうん、ソイラテにして、その砂糖とか加えないで抹茶が香るみたいなのは多分好きだと思う、だからその直接ソフトクリームとかに抹茶のパウダーが直接かかってるのも大丈夫だから、あ大丈夫なの、うん、ホワイトチョコと混ぜちゃってこう、抹茶なのこれは、うん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 、チョコなのこれは、はいはいはい、甘いんだけど、うん、抹茶が前じゃなくて甘さが前にあるのがダメだってことね、はい、うん、だからそのなんか変な細かいこだわりだけど、あのソフトクリームにコーヒーチップとかもそうだけど、なんかその混ぜて美味しいものと混ぜるな危険なやつがある、チョコバナナもそうだけど、チョコバナナ混ぜてください、なんかごめんなさいチョコバナナ好きとしてはねそうそうそうなんかそういうこう、うん、分かるよ分かるよ、だって私もミルクティーダメだもん、紅茶ストレート甘くないのしか飲めないでしょ、うん、まあ、まあそういう類のもの、抹茶ミルクの、うん、でもこの、ね、豆腐白玉に関しては抹茶はもう全然、うん、もっと香ってもそれは平気、うんうん、いい大丈夫、甘くないしね、そもそもね、うん、でこのメープルがね万能だっていうのを改めて感じたかな、うん、黒糖よりもバクバク食べちゃうね、うん、やっぱこう、うん、なんだろうね、甘さあるのにちゃんと香りもあって、うん、こうすっきり食べれて、うん、この喉越しの良さすら感じる甘さ ね、うん、ね、黒糖の方がもうちょっとやっぱ主張は強いからね、黒糖好きはからすれば嬉しい甘さなんだけど、うん、なんか濃厚にしていこうと思うと黒糖の方がいいと思うけど、うん、メープル使うと本当に濃厚にはしづらい、うん、で今回その抹茶もあったから、うん、その香り抹茶の香りをちょっとこう感じてほしいなっていうので、うんうん、メープルにしたんだけど、まあ、よかったかな、ね、結果的にメープルの香りって個性強いはずなんだけどね、うん、杏仁とかもそうだけどもっと香り強いものと合わせてもなんかぶつからず全然あじゃあどうぞどうぞみたいな、そう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 、僕は甘さ担当するんでみたいな、いいところだけ、ね、うん、残してくれて本当に有能な有能、うん、メープル大昔から好きなんで、うんうんうん、ありがたいですけども、うん、はい、そんなで、じゃあワッパミセカンドが終わってはい、ワッパミファイナル、はい、ファイナル早いな、サードなのかな、サードファイナル、うん、エヴァがどうこうでも、うん、そうね、そこまで詳しくない、うん、はい、これかぼちゃサラダかな、うん、ポテトサラダにかぼちゃ蒸しかぼちゃを入れたといえばいいのかな、はい、ポテトサラダでもこれ全部、うん、塩味しかついてない、うん、じゃがいもと玉ねぎ人参をあのレンジで蒸して、はいはい、あの潰して、うん、塩だけしといてるやつ、うん、いつも作ってるストックの、うん、あれに蒸したかぼちゃを混ぜたで塩ちょっと足しただけかな、うんうん、今回あれか、シナモンは入ってないんで、入ってない入ってない、全然プレーンな本当に塩だけ、うん、でも十分
美味しいですよ。いやもう間違いなく美味しい、うん、かぼちゃが主張しすぎないことによって、うん、ポテトサラダ感覚に近いやつだね、どっちかっていうと、ね、うん、でもマヨ入ってないから、うん、ちゃんとあの野菜の味で食べれる感じ、うんうん、素晴らしい、うん、でゆかりの、あ、そうそう、手まりと言いますか、そう、ね、ちっちゃめのおにぎりが入りの、うん、これあの後ろのあのハンカチに合わせて丸くしたの。あ、そういうことか。このハンカチ可愛いもんね、うん、細かい投げが、そうそうそう、で笹で区切りの、うん、これはパプリカと、うん、そうそう、蒸した、うん、パプリカとオクラにあのまたその鰹節と、うん、今回は白だしたね、鰹和えだ、いわゆる鰹和えで、うん、で手前がキャベツ、あ、ちょっと残ってたから、うん、それと人参とあとツナ、うん、ツナこの間話出たからツナ使おうと思って、うん、出たね、サバ缶じゃないねこれね、うん、ツナ缶です、ツナ缶、久々のツナ缶でございます、ツナ缶でございます、あのオイル使ってないやつね、うん、あの食塩も入ってないやつ使ってるんだけど、うんうん、まあ、今回は塩 と、オリーブオイルとレモン汁と、はいはい、と胡椒もちょっと入ったかな、うん、なんか塩レモン、うん、あえて書いたけど、いいね、ピュー絶対好きな味だね、うん、うん、でプチトマトで色を添えてと、はい、で奥が、あ、じゃない、ま、あと蒸し鶏か、蒸し鶏も添えて、あ、そうね、蒸し鶏も入ってるね、ちょこっとで、うん、お肉と魚がだから今回入ってる、あ、マミーそうだよね、お肉とお魚両方とかも結構考えたりするもんね、うん、ちょこっとずつだけどね、うん、一応バランスよくね、タンパク質も取った方がいいからね、うん、で僕がミルクプリンに黒糖ゼリーを今回は乗せるのを動画でちゃんと撮れたっていうことで、あ、それはじゃあどこかに公開されるのかな、どういうこと、あ、違う違う、乗せる瞬間じゃなくて、乗せる瞬間、あの TikTok に上がってる、ああ、そういうことね、あ、こんな乗せる瞬間、そうそう、そうそう、前回の部分ね、その、うん、落ちてたから乗せちゃって出したけどって話ね、そうそうそう、今回は乗せるところもちゃんと撮ったよって、うん、そういう意味ね、はいはい、うん、やっとリベンジ、うん、やっと果たせた、うん、でもやっぱこれ美味しいね、美味しいね、黒糖ゼリー、うん、みんながちゃんと多分想像できる味、うん、うん、ミルクプリンがあっさりしてるから、うん、黒糖ゼリーもやっぱちょうどいいし、もっと食べたかったね味見だよって言ってくれたんだけど、とりあえずまだあるよって言われたけど我慢したよね杏仁豆腐もミルクプリンも多分牛乳好きなのかな、俺、そうだね、牛乳結構だって飲んでた時期あったよね、あの丼で欲しいね牛乳を、じゃあじゃあミルクプリンか杏仁豆腐ボールでもどんな、どっちもボールって意味だけど全然平気、うん、1リットルで作ってもらってこれ全部食べてても多分いけると思う、お腹壊すじゃん、からやんないけど壊しかねないから、冷やしちゃって壊しかねないからね、500ぐらいは余裕じゃないかな、あ、本当、うん、まあ、あの、あまりにも硬い、なんだろう、食べ応えがあるやつは辛いけど、いわゆるいつもぐらいのやつ、いつもの豆腐っぽい感じの、うん、もたっとした感じだったら全然食べちゃうの多分、すごいな、今そういう大量に食べたいっていう欲求は、うん、でも物によるな、今思いつくのだと他に何があるの、昨日の筑前煮はまた、ああ、丼ぐらい食べたんじゃない、そうそう、そっか、全然いけ、2日ぐらいかかるかなと思ったら1日なくなったよね、とりあえずサバ味噌1尾で丸1尾食べたいかな、う、うん、サバはそうだよね、うん、サバ好きだもんね、餃子あと5皿とか、ああ、マミの餃子だと全然いけるかな、野菜多いしね、何がその普段からあのこれ好きだって言ってるやつは多分未だに大量に食べれると思う、うんうんうん、昔みたいなそのなんだろう、でも昔も大量に食べたいのってそんなあったかなと思った今、あ、サバのサバ寿司、お、うん、サバ寿司はすごい何本も食べたいとか思ったこと思った昔すごい本で言う、そう、サバを食べたいのか米を食べたいのかそうだね、昔だったら米の可能性もあるよね、うん、好きな食べ物ってのようなんですが米と水って答えるタイプだったからマジで本当に今のダディからは想像できないよ、今もベースと一緒だよ、でもだって米そんな食べれないし、食べれなくなっただけだって食べたいんだよ食欲追いつ食欲に合わせると体が追いつかないから、食欲に体が追いついてた時代があったってこと食欲はだから衰えてないんですよ、あ、そっか、
理性で欲求がね、あとその理性でそこに勝てるような大人になったってことです、うん、理性とあとこう体のキャパがね大人になったら老いた老いた老いたでございますよ、ね、うん、そうだね、うん、老いたの、老いてちょうどよかった、老いたのですわ普通になった、私老いましたわ、老いましたね、うん、うんうんうん、そうでちょうどいいって話、面白い、でもまだ平均年齢いってないから若者だから、そうだね、うん、大丈夫だよ、一応あのアイディア、なんか体重計とかで測ると年齢30代出るから、若いよね、うん、どんどん若返っていってるようで、なんか私とのこう差を広げていく、味覚年齢が、味覚年齢、死んだマミーか教えてもらってたら24歳、マミーが何歳、ダディが24歳でしょ、そうそう、マミー77歳でね、こう探ってたんだよね、何の質問に答えたのが大きく差が開いた原因なんだろうって、うんうん、チョコミント、あの分析だと多分チョコミントだね、チョコミント、チョコミント、あの美味しい、あ、ダディは美味しいと思う、うん、私まずいってしたんだよね、うん、そうそうそう、美味しい、食べれる、うん、まずい、まずい、わからない、あ、わからないか、うん、そうか、私まずいって言ったんだよ、ごめんね、チョコミントの皆さんすいません、チョコミントね私ダメだ、ミントはガム、ま、ガムが生のミントは好きだからね、生のミントは食べれるんだけど、うん、あのミントの香りとチョコを合わせてなんだ体内に入れるっていうのがなんか薬物みたいな扱いしてるけどなんかこう なんだろうな、飲めない、うん、うんうん、不思議、不思議だね、うん、チョコバナナは良くてチョコミントはダメで、うん、うん、不思議なバランスで人間やっぱね、この味覚、うん、れれ人のこと言えないからさ、そうなんだよ、みんなそれぞれあると思うけど、うん、なんかこれとこれは混ぜないでくださいっていうのすごい意見分かるのもたくさんあるでしょ、なんかいろいろ聞いてみたいね、あ、そうだね、なんか好きな組み合わせとその苦手な組み合わせを聞いてみたい、これさ本当のラジオだったらさ、あのお手紙募集とか、あ、そうかさ、こちらまでってお手紙来ても困るじゃん教えてもないのになんでペンネームないんですよ、ちょっと待って、このお手紙はどうやって届いたって話、待って住所公開してないみたいな、じゃあ住所知ってる方はこちらまでいや、ダディが個人事業だから、あのダディの情報分かってれば住所分かるんですよいやほら、あと年賀状やり取りしてるとかさ、あの分かってる方々もいらっしゃるじゃないぜひこちらまでじゃあSNS とか YouTube のコメント受け付けないけどお手紙受け付けますネットラジオなのに面白いじゃん、ひでえ尖り方してるな、しかも読まれるのだいぶ先なんでしょそうそうそ そう収録からだいぶ忘れた頃に、あーみたいな、なんだっけ、何の時の話なんですかねこれね、みたいな、リスナーに聞けないんだからね、そうだよね、うん、いや楽しい一応お手紙受け付けてるってこれあの動画化するときにつけてもいいよ、あ、ぜひじゃあお手紙受け付けてもダメでしょダメ、いや、わかんないけどコメントでもいいじゃん、バランスが難しい、言いたい人いるかもしれないよ、うん、そうだね、うん、なぜチョコミントとチョコバナをディスるのかと、うん、そうそうそう、この、うん、そうだよ、ミルクティーだってと、そうだよ、うん、あんなに美味しいもの、抹茶ミルクなんていっぱいいるよ、好きな人、いや、どちらかというと人気コンテンツですよね、うん、そう、海外でもね、抹茶人気だしさ、鎌倉特集増えたじゃない、あ、はいはい、鎌倉殿 の、うん、あのおかげでね、そうそう、で鎌倉のカフェ、うん、きなこか抹茶かとりあえず出せばいいと思ってるじゃんちょっと言い方気をつけよう、冗談じゃない、うん、でもなんかすごいやっぱ抹茶人気なんだなって改めて思った、そうだね、うん、一応こうメニューに入れとけば間違いないものの一つじゃない、人気だ、あの、うん、やっぱバニラと抹茶、ミルクと抹茶、チョコと抹茶は本当に人気だなと思って、結局いろんなフレーバーの一つとして定着しちゃったじゃん、うん、そうだね、なんかちょっとまあマニアックな話だけど、江戸前寿司には納豆巻きってないんだよ、うんうん、あー、そっか、らしいんだよ、うん、でも納豆巻き食べるじゃん、そうだね、うん、だからそのそういうとこなんだと思う、うん、ポピュラーになっちゃえば、うん、別にその多分最初抹茶の多分本当の専門家からすると、うん、そんなん邪道だとかっていう声もあったと思うんだよね、うん、なんかあれじゃん、お抹茶いただくときに、うん、あのお菓子と一緒に食べる、うん、食べて飲むじゃない、うん、なそれをだから一緒にしようって思った人がいるんじゃない、そうそうそう、多分異端児がいたんだよ、ね、だって一緒に食べるんだったらまずだって美味しいはずじゃんって、どっちかだからそれ美味しいものなんだからいいじゃないっていうぐらいの楽天的な感じだったと思うんだけど、
多分そこから流行ったの、いつ流行ったかもう覚えてないな、だいぶもう定番になって立つよね、うん、そうだね、いつ頃からか出始めたなっていうのはあるけど、うん、うん、結構そういうのあるよね、あるある、今流行ってる流れの方、こちらが若い頃だよね、うん、その前ではないよね、そん、うん、うん、そうだね、うん、最近ではない、結構前かな、うん、そういう、うん、僕おやつの歴史とかデザートの歴史面白いからね、うん、ね、結構世相が出てるんで、そうだよね、今のうちのこのピオ弁当に関しては、うん、原点回帰っぽいものもたくさんあるんだけど、うん、生ざさ使ったりとか、はいはい、ゆかりのおにぎりとかも、うん、まあ、ポピュラーじゃん、もともとのお弁当としては、うん、でも現代の食事でこういうお弁当を中学生が食べてるってあんま考えにくいかな、うん、食べてるのはそうなのかな、どうなんだろうね、なんか結構インスタが流行ったおかげで、はいはい、小学校中学校から料理好きでやってる人、うん、女の子たちが結構発信したりとか見てるとやっぱ和食通るんだよね、うん、おしゃれなものから最初スタートするんだけど、うん、分かる分かる、分かりやすいもの、そうそうそう、おしゃれなデザートを作ろうから大体スタートしてるの分かるんだけど、うん、やっぱある程度超えていくとだんだんストックおかずみたいな、こう、うん、なんだろうね、ルーティン化がされて、こう食べることをちゃんと考えたもの、うん、体を考えたものになっていくのが面白いなと思って、そうだね、だってずっとおしゃれなものを、うん、濃いものを作り続けたっていいわけでしょ、いや食べれないもん、そういうのばっかり、うん、そうなんだよね、うん、食べれる人もいるけど、いるけどね、負けるよね、うん、でもやっぱお菓子から入るのは、うん、確かに多いなとは昔から感じてた、周りにも料理好きって言って 何作るのみたいに聞けば大体お菓子の子が多かったし、うん、うん、そうだね、やっぱお菓子食べるのも好きだから、うん、結構長く作って極めてっていう子たちもいたな。デザートは作ったことなかったからな、うん、最初から、最初から、うん、だから結婚ピオ生まれて、うん、結局チョコチップクッキーとか、はい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 、あれとかあれがだからほぼ初めてだよ、だから、ね、そうだよね、確かにお菓子作りしたことないって言ってたかも、うん、お菓子作りをしたい欲求も少ないんだけど、うん、やっぱその辺なんかあるのかな、こうなんかこういう時代にあれだけど男女の差みたいなさあると思う、だっておやつがお菓子じゃなくて味噌おにぎりだった人だから、うん、あ、そうか、米？そう食べ盛りのおやつがやっぱ塩味のあるものがおやつだったから、甘いものって満たされないんだよ、欲するものが違うのか、ジュースは甘いの飲んでよ、それなりにちゃんと、うんうんうん、タブクリアとか、タブクリアって何え、ごめん、わかんない、これ分かる人すごい、あのマジカルズノーパワーとかが全盛期だった頃に出た、あの田原幸太郎さんとか覚えてる、千と秋子とかって、あの辺の人たちが CM やった時期があって、でその時にコカ・コーラから透明な炭酸飲料が出るんだよ、うん、ちょっと後でタブクリアってググってみると懐かしの多分飲み物出てくると思うけど、タブクリア、うん、私ジュースあんま飲まなかったから分かんない、まあ、急にぶっこんでたから気にしないで、なんかメロイエローとかタブクリアとか、あ、それは分かる、ああいうその復刻みたい、復刻されてないタブクリアな。なんかだからその時代でってなんかあのなんかつぶつぶのあのみかんの、あ、小粒とかね、 小粒あれは好きだったけど、うん、あれ大好きだったね、缶見ても分かんないんだけど、うん、だから分かんない人もしかして青森しか売ってなかったらないと思うけどコカ・コーラだからそんなことないでしょあ、本当だ、クリア、へえっていうのもあったんです昔、本当だ、そういう話は、それ今冗談でぶっこんだけど思ったより話広がってどうしようかって今思って、いやだって知らないから知りたい欲求が、あ、そうか、見たから一緒に伏されて終わってほしかったもんねごめん、知ってればそれできたかもしれない、ね、びっくりしたよ、ごめんごめん、前回だって前回なんかあの5時からとか異様に刺さったぐらいでごめん、うん、いいんだけどさ、甘いものは飲んだけど、うん、固形はやっぱ塩味の強いものは基本的に好きで、うん、だからお菓子作りはやってみたかったものではあるけども、あれ一番最初に作ったものとかって覚えてんの、デザート、デザートじゃなくていいよ、最初にこうなんか料理っていうのをしたみたいな、うん、あ、料理、うん、料理か、なんか手伝いとかじゃなくて一人でなんか作ったもの、うん、で最初なんじゃないかなこれって覚えてるのある、すげえインパクトに覚えてるのは、うん、あのおばがうん、風邪ひいた時に、はいはいはい、来て風邪なんだよねって言ってて、うん、なんかすごい心配したんだろうね、なんか目玉焼きぐらいは作れたんだよ、うん、だから目玉焼きとかなんかおかずとか出してきて、なんか定食みたいなの作って出したの覚えてる、だってお腹空いてる、相手がお腹空いてるのとか分かんないのに、うん、なんか体調悪いって言うからなんか食べた方がいいと思って、何この可愛い、あ、本当、でもそれは覚えてる、
それ何歳ぐらいの時？すげえちっちゃいよ。小学校、小学校、中学年、低学年、うん、そのぐらいの時に、なんか本当になんか何作ったの？多分ソーセージ炒めたりとか、うん、なんか目玉焼き、そうそうそう、そんなものしか自分の中にはできるもんないから、うん、でもその時の精いっぱいだったよね。心配して作って、可愛い。でその辺に、私そんなこのおばになりたい。という話やね。覚えてるよ。多分相手も覚えてるはず。あ、すごい嬉しかったと思う。かな。なんかそれが多分人に食べてもらおうと思って、本当に意識して作った初めてだから覚えてるんだと思う。なんかちょっと感動しちゃった。いい話になってる、今。うん、よし。なんかでもあれだね。それで、ね、きっと褒めてくれたというか、感謝してくれただろうね、うん、だからその喜びが原点にあるかもしれない、ね、うん、だから相手も食べさせる方も大変だと思うね。食べたいものが出てくるわけでもないし、食べたいタイミングでも量でもないけど、うん、やっぱね、いや嬉しいよ。おいこが作ったら頑張って食べるじゃん、うん、食べるよ絶対。なんか元気でいなきゃって多分思うじゃん、なんかまあその時の食べる側の気持ち今だと分かるから、うん、でもなんか食べ物の思い出とかそういうものかなって、うん、中身しょぼいんだけど、いやいや全然、うん、いい話。あ、本当。なんかそういう感じの自分の料理のなんか思い出とかは結構人と結びつくものが多いかな、うん、なんかダディっぽい。あ、本当。すごくなんか自分の食べたいものを徹底して作るみたいなのはない、うん、どっちかっていうと私はそっち側だったから、うん、マミの話聞いて幼少期の聞いてるのをこう見て面白くてこれ再現したいとか、そう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 、これやってみたいとかいうモチベーションは、うん、料理研究はやったよそら、うん、特にその一人暮らしの時とかに中華とかイタリアンとか、うんうんうん、調味料いっぱい買って、ね、調理器具買ってとかそれはやるよ、やったよ、うん、でもそういうこうなんだろうな、料理人のような料理っていうものをちゃんと考えた時に、うん、もう時には自分が軸にはなってない、うん、そういうタイプだから、もうだから性格って決まってるんだよね、もう。そうなの。ピオ見てても思うけどさ、もう、マジ3歳から変わってない、変わんないよね。三つ子の魂100までって本当に的確な、うん、本当に言葉だと思う。ここまでその言葉をね、うん、こうなんかなんだろう、思い知るというか、ね、ようになるとは思ってなかった。食べ物の自分のためのだと、やっぱ外食だね、うん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 、作るってなるとやっぱ誰か自分の手を動かすってなると誰かになるけど、うんうんうん、自分で食べるとなると外食で、要するにまあ発散の一つ、うんうんうん、冒険の一つみたいな、うん、刺激物としてその体験を得るみたいな感じを、うんうん、だからその辺マミーともまたそこ個性違うかな、考え方、うん、人によってだいぶ違うと思うけど、うんうんうん、でも面白いね、そのまた幅があるのが面白いよね、和食ってね、うん、なんかそういう意味ではこうピアノそういう体験とかもいろいろ出てくるじゃん、ペヤングの大盛りをやってみたい、デカ盛りやってみたいとかさ言うじゃん、まあ、多分同じ時代に生きてたら、うん、でも自分もやったと思うし、そうなんだよね。あとほらスタバ、最近はもうスタバで新しいこう自分がねうん、飲めるものを食べれるものを発見して体験するっていうのになんかちょっと意識がいってるからね、うん、高く突っ込んだろね。でも大事かな、うん、うちらの世代でもやっぱおやつ、うん、新商品とか出たら買って食べてみたりとか、本当にその、うん、探求心だから、あれは。そうだね、あと今はあれだね、韓国のお菓子とかさ、やっぱ友達の中とか、まあ、TikTok とかでやっぱすぐこう情報入ってきて、うん、これ食べてみたい、ご多分に漏れず地球グミやったしね、あれはね、うん、もう絶対買わないですみんなやってることをやってみたいもん、まあ分かる分かる、うん、まあ分からないな、自分そういうタイプじゃなかったからみんながやってることやりたいと思わなかった。あ、世間一般はそう思うんだろうなの分かる。俺みんながやってることやりたいと思わなかった。みんながプレステ買ってる時にセガサターン買った男だから。しゃあないよ。本当やりたいゲームがそっちしかないんだもん。みんな FF7 だって時に俺はバーチャファイターがやりたい。面白い。しゃあない。みんながドラクエだって時に俺はファイナルファンタジーがやりたい。大丈夫、これなんかゲーム研究一課の方にある、ね。まあまあ、そっちも。そんなんばっかよ、別にカウンターでやりたいんじゃなくて、うん、なんかメジャーなものじゃないのを選んじゃってたな、好きで選んでるから仕方ない、うん、そうだね、それが、まあ、ピオはどっちかというとみんなが好きなものを好きなことが多いから、うん、社交性の高さにびっくりする、すごいよね、うん、よかったねみたいな、その相手が勧めてきても、
やあんま好きじゃないからいいよって断るわけじゃなくて、うん、聞いてみるしやってみるし、うん、そうだね、うん、うちらやっぱ好きじゃなければうん、うん、まあ、別にいいかなって思っちゃうから言っちゃってたもんだって自分の若い頃思い出すと俺は好きじゃないからって言っちゃってたからそうだね、うん、変わらない変わんない、うん、変わんないから、うん、その真逆に言ってくれたなと思って、うん、不思議ね、うん、うん、キャラクターで、もしかしたら同じようにピオは傷ついてるかもしれないけどね、うん、いや誰よ別に好きじゃないからいいよとかって傷つかないあの人何も大丈夫だよ、だタフだもんな、タフタフタフっていうかなんていうか超前向き、うん、ポジティブの塊みたいな人だから、うん、うん、人がなんか違うといえばそうなんだみたいな、そうね、あんま固執しないからね、興味ないんだよそうかもしれんそうかもしれない、うん、あでもその食べ物でも執着すごいじゃん、でも食べ物だけはね、あ、うん、まあ、まあそう育てた部分もあるかもしれないけど、うん、すごい大事にするから食事は、そうだね、なんかそのいいものを食べるとか体にいいものを食べることを大事じゃなくて、ちゃんと食べ物を食べるっていうこの時間は、 それがコンビニ弁当だろうなんだろうが、食べたいものを食べる、食べる時間は誰も邪魔させないっていう意思はすごい、うん、まあそれもだから3歳とかから変わってないよ、変わってね、思い出したの、いろいろ思い出すよね、あの怒られて、うん、もう時間も遅くて寝るよって言ったら、ご飯は食べたいもう忘れられない、あれ多分人生で一番の思い出かもしれない、笑っちゃったもんね、うん、あ外せないんだね、うん、そうかそうかって言ってもすごい眠そうにしてるから、笑っちゃったよね、寝たらって言って、うん、ご飯は食べたい、ね、眠いんだったら泣かずに寝ればいいじゃんと同じだったの俺からするとなんで眠いって泣くのみたいな、寝ればいいじゃんみたいな子育てあるある思うよね、キャラきっと、うん、そういう感じを変わんないんだから、ね、変わんない、楽しいんだよそういう部分も含めて、うん、いやピュア会いたくなるな今さっき言ったばっかりで、そうなんだよ帰ってきたら帰ってきたで、ね、ああ賑やかだなってね、やかましい落ち着いて、ああ、うん、賑やかだね、うちは、ね、なんだ空気がなんか、うん、空気がね、弾み出すすごい雑談がめっちゃ長くなってるけど、まあ、もう一個だけ言っていい、あの LINE のスタンプがうるさいそうね、今から帰るよとかね、 LINE 送ってくれる、1回のレスポンスにスタンプをまず3つ送るなと、そうだね、スタンプまあ3つ送ったら分かる分かった、全部カチャカチャカチャって動いてるスタンプ来るから、あうるさい、あうるさいなんであんなうるさいのにしたの、無料だしっていうのもあるけど、うん、あの私っぽいでしょってっよく分かってるなと思ったけど、あの目もうるさいし耳もうるさいし、もういろんなものうるさく感じる、そのにぎやかだなと思って、宴会部長、本当に小川家の宴会部長です、彼女は、うん、面白いと思って、パッと明るくなるもんね、そうだね、部屋の空気がね、明るくなるけど、うん、まあ、いつも見てる方からすると、まあ、ちょっと眩しいかな間接照明がいいな家にいるときは間接照明がいいな蛍光灯で照らす必要ない、 LED で顔直射は嫌かなブルーライトみたいな、そうそうそう、やばいかな、すごいよ、ね、色んともうちょっとなんか、うん、高い方がいいかな、5000ケルビンぐらいがいいかなみたいな、ちょっとよくわかんないいきなり用語ね、そういう感じですけど、ね、多分世のお父さんお母さん方でも、あの可愛くて可愛くて仕方ない人も多いと思うけど、あの向き合えば向き合うほど多分同じ感想を持つ人もいると思うから、いや可愛い前提、うん、可愛いし愛してるけど、うん、うん、それはそれ、これはこれ本当にだから娘元気で留守がいい、うん、そうだね、ピオみたいなタイプはそうだね、うん、で元気なのが本当一番、外に出てること楽しい人だしね、そうそうそう、本人が楽しいのが外だから、真逆だから親はだって弁当作ってさ、この後2人でコーヒーまったり飲んでさ、こんなラジオたちを自分で収録してさ、ネットで公開するとかさ、もう引きこもりもいいとこ楽しんでるもん、これでいいんだよ、うん、家から一歩も出ないんで済むんだったらそっちがいいっていうタイプなんだよ、うんうん、だからもう全然苦じゃないんだよね、うん、外に出れないことが、出なくて済むのみたいな感じワクワクしてる、ワクワクしちむどんどんしてる、どう過ごそうかな今日はみたいな全然話するけどさ、でそのゲームやりたいからゲームやりに行って、うん、で気になることを調べ始めたら、うん、あやっぱもうプログラマー病気なんだろうねプログラマーという病気、もう職業病なんだあれね、やっぱね、こう
一個調べるために網羅しなきゃ気が済まなくなるんだろうね。この場合の検証合ってるのかと。仕事のようにゲームし始めるから。いや、いいじゃん。それがコガワ家だよ。あ、そうそう、ゲーム研究一家っていう肩書きからすると、うん、まあ正しいんだけど、やり始めて30分経過して、あ、これは日が変わりますね。あ、昨日の夜の話か、それ。なんか、微妙な顔して帰ってきたなと思った、うん。自分にへこんだの。なんか手出したらちょっと終わらなそうだからみたいな感じで、ね、言ってたよね。あ、これあと2時間はかかるなと思って。やめたよね。ダメだこれは。面白い。その調子ですよ。うん、料理も同じ調子でやるから、うん、やっぱそのチョコチップクッキーの大きさは測るし。本当にびっくりした。定規でこう。何センチとか言って、え？みたいな。じゃあ、美味しくなるための数値だから。え、なんか定規出してるみたいな。高さ 1.5 センチ、直径4センチは最も美味しく焼けるの自分の。そういう動画1本作ればいいじゃんだから。ちゃんと測ってるとことか。そこ大事。そうね、うん、撮るのも自分だからめんどくせえなと思っちゃうんだけど、かっこよくも多分仕上げられると思うけど、ぜひあの面白動画にしてほしい。あの竹の定規とか持ってくる、何寸みたいな、なんかエフェクト入れてこうドーンみたいな、え、出てきた定規みたいな、こうツッコミ入れてほしい、ドーンみたいな、そうやってやって、食べたいし、チョコチップクッキーダディの。あ、そうだね、うん、作ってないのだいぶね、うん、食べたいと言ってもらってるだけ作ってない。最近なんかでも料理あんまやってないな。忙しいんじゃない？忙しいのかな、動画編集で、うん、動画編集ばっかなんかしてるイメージ、うん、うん、じゃあやれる時でいいじゃん。はい、楽しんでるもんなんでね、はい、まあもう取り留めもなくね、はい、今日あの本編短いかなと思って気使ってその雑談したら、雑談多分本編を超えて結局普段と変わらない長さになってるんじゃないかみたいな。編集コスト上がってませんから、ね、なんかすいません。まあいつも通りですよ、ね、まあ、こんな動画でも見る人がいるかもしれないし、うん、まあ、自分たちのための記録だからね、そうそうそう、そこはいいんですけど、うん、覚えてないもんね。覚えてないね。びっくりするよね。びっくりする。ちゃんと残さないとダメだと思って。今日のでも私2日前ので、あ、どうだったっけとか、うん、やべえよマジで。カレーとかそういうことじゃなくて、やっぱその毎日作ってるとどんどん入れ替わってるから、そうそうそう、うん、なんかいろんなものがアップデートされてて、なんか本当過去のものになって、うん、気をつける。料理本出すって言ってるけどさ、うん、なんか1年前とか3年前の店、いや、こんなんじゃもう出せないよとか言わないよね。いや、思ってるよ、でも。すでに。やっぱり。1ヶ月前ですからしんどいもんな。うん、過去の自分見るのしんどい時あるよね。うん、作品を見るとね。はい、うん、まあでも、これも、これがあったから今があると思うって見ると大丈夫。うんうん、そうだな。大丈夫。まあ、そういうチームも含めて。うん、チームそうね。だって形に残して出すってことはそういうことじゃん。そうね、そうね、うん、この時の精一杯はこれだったっていうことだから、うん、うん。まあでもまあだいぶこのわっぱみ、はい、今回やりましたけど、まあ、小川家弁当のピオ弁当今の形がすごく出てるなっていうのはあるので、うんうん、なんか他のお弁当箱とかさ、あのスープジャーとかもさ買ってあるんだけど、うん、まだ使ってないの。そうなんだよ、まだ未登場なのがあるんだよね。そう、あるある。だからこれからね、それ使いタイミングで出てくると思うけど、ね、すごい嬉しそうに手に入った時にしてたやつとかもね、うん、まだ未登場なんで、はい、撮影がも楽しみですよ。ぜひじゃあね、また次回もね、はい、頑張りましょうか。とりあえず今週は、はい、お疲れ様です。お疲れ様でしたかね。お疲れ様すみたいな。噛みましたわ最後の最後に。終わりますか、うん、はい、じゃあ今週もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。